オンジャスどうもサオでございます。今回はラジオでやっていくんですけれども、今回死亡する人が出てくるかもしれないですね。エモさで死ぬかもしれないので、まあ、そこはちょっと注意してください本当に。というわけで、今回の企画、隠れた名曲聴こう、過去隠れてない名曲も入れちゃった絵でございます。まあ曲というものはですね、ストレートにいい曲と、まあ例えばマイナーな曲ならやっぱ初見で聴く方も多いですよね。だからストレートにいい曲と、でもう一つ、曲というものは思い出補正もありますから、これがゲームの BGM ですよね。ゲームの BGM じゃないとないのがこの曲と、その状況によっての曲じゃなくて客来たわ。定期便のオーガニックサラダが届いたところで、何を話してるか忘れてしまったので早速聞いていきましょう。あ、ちなみにコメントめっちゃ拾いました。今回は、ポケモンミュージカルよりスターダム。ポケモンミュージカルで流れる曲だそうです。僕ポケモンミュージカルやってないんでほぼ初見だったんですが、これすごいですね。三段活用ですね。最初はダンスナンバーっぽく始まって、で普通のブラックホワイトのクール感から最後楽しい軽快な曲調になっていくんですけど、裏に冒頭のダンスナンバーのバックのなんかリフみたいなものが流れるっていう曲になってますね。まあ、といったね企画なんでね、まあこういう風に僕の感想を交えつつ聞いていくというわけです。次もコメントから拾いました。これソニアの遭遇曲、ソニアのテーマ。はい、いかがだったでしょうか。剣盾の本当曲っておもろいですよね。ポケモンらしくないんですよ。わざとなんかポケモンっぽくないなんかフレーズを最初に持ってきてはって鳴らせるんですね。したら途中からポケモンっぽくなったでしょ。いやだ、そこがなんか剣盾の BGM のいいところなんだと思います。これは思い出して聞いていこうという話で、次はクララ戦聞いていきましょうか。
はい、クララ戦でした。あのクララで思い出したんですけど、あの僕の動画でよく言ってたこの後ろの羽毒ケールでガラルの毒ケールいるみたいな、僕どうなったんですかねまあ出なかったんですけど、これ結構濃厚でしたよね。はい、というわけでね、外伝の曲とか紹介したいなと思って、まあ、僕も聞いたことなかったんですけど、でこれは理由はあのポケダン超不思議のダンジョン僕途中でやめてしまったっていうね、まあ、そういう話がありまして、まあ、今タイトルに出た通りポケモン超不思議のダンジョン BGM こちらダークマター戦、あのこの曲流れたらポケモンのシリーズって終わったんじゃないですかね。これ最終回の曲ですよね。やばいですねこれ。何も出てこないわ。あの実はあのポケダンやったことない人は分かんないと思うんですけど、ポケモンの不思議なダンジョンって毎回パートナーがいるんですけど、そのパートナーのテーマのアレンジになっているそうです。はい、続きましてですね、ポケモンバトルレボリューション、はい、こちらです。でこれはあのストリートコロシアム、まあこれ受講生のみんながめっちゃ聞いたと思うんですけど、これ改めて聞くとね、めっちゃポケモンっぽくないですよね。もう多分はっちゃけちゃったんでしょうね、あの久しぶりの末置き機で。すげえかっこいい曲になってます。これは今回の最後の曲になってくるんですけど、まずはこちら聞いてください。プラターヌ遭遇の曲です。これもめっちゃ人気でした。皆さん知ってましたか？プラターヌのこの曲のアレンジがあるということ。あ、もちろんカロスのテーマのアレンジにはなってるんですけど、まあ、なんと最近外伝の、ポケットモンスター、あれなんだっけ、ポケマス、あれポケモンマスターズだっけ、
そんなポケモンマスターズなんですけど、あのコメントによるとオリジナル曲が聴けると。でそういうところで、セントプラターヌという曲がなんとあるということで、こちらをですねもうほぼ初見で聴いていきます。僕はプラターヌ博士の曲、元イカロスのテーマから派生するのがなんと戦闘曲ですね。トレーナーのこれやばいっすね。で最後プラターヌのサビでまとまっていく。だいたいテンポ上げただけとかさあるやないですか。だからこれポケマスの BGM 聞くべきだな。というわけでございました。僕はあの残機がね185個あるんで生き残れたんですけれども、まあこちらねまた企画やっていきたいと思うので、こんなマイナーな曲めっちゃかっこいいよとか、外伝の曲これやばいよとかね、ポケマスの曲これやばいよとかあったらぜひともコメントで教えてください。固定コメントしておきます。はい、今回チャンネル登録をするとですね、皆さんにも残機135個がプレゼントされる確率がですね 3.14% ですね。演習率と一緒、上がりますので、ぜひともチャンネル登録をして残機を増やしましょう。それではご視聴ありがとうございました。